圧倒的勝者、エビちゃんだのフワちゃんだのあのちゃんだの、この写真だと普通に20代で通るな。全盛期ってもっと可愛かったイメージだけど、思い出補正か。そういうメイクが流行りの時代、エビちゃんといえばエビフィレオやろ。それくらいしか知らん。全盛期はもっと可愛いのおるやろと思ってたけど、今となっては最強やな。こんなおばさんでいいわけないっか。母、困ったような笑顔。てか、やる。W、よろしくお願いします。え、外ロケしたら小学生が後ろに列作りそう。これロッキーの撮影じゃないのよ。ムーディーズ、アネッサの CM は良かったな。本当にいい女だった。サマンサタバサも流行ったな。どれがエビちゃんって思ってじっと見てたら全部かよ。 W、 芸能人じゃない妹もレベル高すぎやろ。美女家系なんだよな。西の海老原優里、東の押切萌え、少し豊満熟女感がうかがえるな。男だけどエビちゃんカレンダー買ってたな。この人の場合、こんな格好しなくても普段着で薄メイクの時でも普通に可愛いぜ。全盛期の顔覚えてないけどまだ全然やれる。ブラボー。